手ごわいですよ。包丁とかも包丁使うんです。手動ですよ。もう麺とかもこのフライパンとかこれギャーですよ。デブ基本ケツ汚い。あの圧がすごいから圧がなんか重力がすごいからね。今日なんかケツ汚いイメージ。というと今日なんですけど、はい、久しぶりにこれ見てくださいよ。ラファエルクッキーの昔やってましたね。あの当時いろいろチャンネルがあって、うん、あの料理すごい僕得意なんですよ実は。料理本とかすごいですよ。ここにあるもん。これ全部料理本ですよ。これ全部料理本で、だからぐらい僕本当に料理が好きで、うん、めちゃくちゃできるんですよ。でも前バイトもしてたんですもんね。全然やってましたよ。バイトリーダーで。バイトリーダーで。すごいですね。めちゃくちゃ抜かされたけど後輩に。めっちゃ抜かされましたけど、あのやってまして、で普通に料理作っても面白くないと僕ぐらいのレベルになってくると、はい、だったらもう手料理、はい、やっぱ作っていきたいとってなった場合に、これも過去にもやったんですけど、はい、手料理ですからもうそのままですよ。手で作っていきましょうと。これが一番愛情がこもるんじゃないか。もうこれ家で何か しないとダメなネタ、自粛せなあかんってなった時に、家の中でできるなんか面白いことないか。手ってあれですか、使わずに何も使わずにいきます。どうやって全部包丁とかも包丁使うんです。手動ですよ。手動パン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 。もう麺とかもこのフライパンとかこれうわーフライパン使うんですか。使うわ。今日作るのが焼きそばなんですよ。ちょっと焼きそば作っていきたいなと思って。なるほど。昔ねこれ実は動画で一回やってるんですよ。やってるっすね。やってますこれ実は。やめとけよ。いやほんまに4年か5年前に1回やってるんですよ僕一人で手料理っつって。どうでした、好評でした。それはもうウケた、ウケたんすね。ウケたウケた。あの時はすごかったの。 YouTuber で流行ったんですよ手料理っていうのは。あ、そうなんですか。誰かのやつ僕いつもパクるじゃないですか、はい、でその時パクってたのがそれだったんですよ。その時作ったのも多分焼きそば。ということで今回材料買ってきました。これです。玉ねぎが入ってるんですけど、なかったことにして、これも捨てます。これもこんなに使わないんで、うん、使った分以外多分捨てます。人参にかけては絶対捨てる。まあ、これで、ほんまの手料理。これが手料理やで、まあ、っていうのを作っていきたいと思うんですよ。いいですか、やっていって。はい。OK っす。手はでも、綺麗ですよ、ちゃんと。え？綺麗ですよ、手は。ジンパンジーの方が喋らんと。手は綺麗ですよ。手はめちゃくちゃ綺麗ですよ。手はほんまにちゃんと洗って、アルコールディスプレイもやってますから、めちゃくちゃ綺麗ですよ。これやっていきますから、はい、俺の心意気、男としての。っていうのと、この料理の完成度、味、うん、これ全部見出して、この動画のクオリティ。でも結構真似できないですよ、これは。いや、できへんよ。やる意味は置いといて。やる意味は別にないっす。これで再生数いけたら、俺もうロケ行く。バンバンインタビューやるから、これで再生数いけへんかったら、覚えときよ。お前らが悪いやんな。はい、準備できました、こんな感じです。まあ、さっきも説明した通りですよ。こんな感じでね。はい、あります。この間僕めっちゃ面白い TikTok 見たんですよ。はいはい、あのね、これ豚じゃないですか。豚じゃないですか。はいはい、豚でしょ。なんか変な宇宙人かなんかが、はい、女の子たちが裸にされて、泣いて、泣いてて、もう誘拐されて、拉致監禁されてんねん。で、私たちのこと殺さないでください。お願いですって言ってんねんか。綺麗な女の子たちが、漫画やで。はいはい、で宇宙人が、お前たち何を言ってるんだと。ちっとはないおつも使って考えると。はい、お前たちが豚や牛を食うときに、豚や牛が命乞いをして、助けるか、助けないだろって言うんですよ。なるほどなと。今日豚です。まずです、手ですから、はい、まあ、まず火つけますね。ここまで見と。もうさっき火つけちゃうっすね。火はつけるでしょ。やっぱり、まず油も引いていくと。もう引いちゃうっすね。これ時間勝負です。これほんまに時間勝負です。もう見ててください。いきます。はい、これもこうです。ってなってるやん。なってるやん、ほら。もっと細いですもんね。いやいやいや、それは違う。それは、カレーの中をぐちょぐちょにする中、結構大きめで、かぼちゃ入れてほしいか、入れてほしいか違う。何やったっけ、何やったっけ、あ、もちろん。でも、もやしはもうこのままでしょ、もやしこれでしょ。でも、ここは、ここなんですよ。これ、どうする豆腐やって。マジで小指折れた。ガチっすか。うわ
ほら、こういうことですよ。ほら、こういうことです。あとはもうこうですから。もうあとは簡単ですよ。カレーぐらいでかいですけどね。カレーぐらいでかいけど。ちょっと飛んでるっすけど。うっそ、ついた。で、もう先に太いの野菜さんだけはもう先に入れていくんですよ。はい、はい、はいはい。ね、まず入れていきます、これ。まずこれ入れていきます。はい、もう今こんな感じですよ。それやっていいやん。いや、これはいいでしょ。で、ここですよ。あとここですよ。これは全然もうちぎるだけの問題ですから。メンタルさえ強ければいけますからね。この間そうですよ、僕あのラハタピって言ってね、あ、この行った時にね、見上げてみたらね、ラハタピの行く通りのところに見上げてみたらね、マイクロブタのペットのマイクロブタセンターみたいな、豚すごい可愛いからめっちゃ人気なんですよ。もう今予約取れないんですって。あ、そうなんですね。人気やめて。へー、豚です。はい、もうこんな感じです。ほら、結構、まあ、でも肉です。絶対火通ってんすよ。塩コショウ、これで塩コショウちょっと多めで、まあいいですか。じゃあ、はい、ちょっと一回危ないからちょっとボウルに水用意させてもらっていい？いいです、それだけ。ちょっと、ほんとに火傷するから。おおおおおあっつーあっつー、ちょ、めっちゃ熱いねんけど、マジでめちゃくちゃ熱いの。まあ、見たってな、お前らマジで。いや、うまそう、うまそうね。これ、いや、これ絶対うまいぞ、ほんまに。めっちゃ熱い。これ、2個に落ちたから持って帰り。もうほとんど完成ですからね、こんな。で、ここで、この水分残ってるじゃん、だいぶ。この水分残ってるところに、このまま麺いってます。で、これでいって、これです。うまそう。で、ここでもう一回ね、ダメ押しで塩コショウ。これ塩分ちょっと欲しいんですけど。結構入れますね。で、一回これ蒸すんですよ。それで一回麺に、水分染み込まして、いい感じになると。ちょ、お前ほんまに一回突っ込んでます。マジクソ熱いから。無視すんだよ、お前。熱いっすよ。いや、じゃあそれじゃあやってよ。ちゃうで、ここちゃうで、ここちゃうで。この辺の肉のとこちょっといって。ラモさん、ちょっと強いとこあるけど、一般にどのぐらいいいか。ちゃんと取るよ、ちゃんと取るよ。これ、ビュッてやってよ。はい。熱い！どんな、よう触ったラモさん。言ったよ。よう触るわ。熱い。ガチで熱い。マジで熱いねんて、これ。で、分かってほしい、視聴者さんに。これがほんまに料理人やから。こんな器具あるんで、見てください。こんなに器具あるんですよ。こんなに。ラモさん、ガチ強いや、ほんま。いや、これはほんまに、もうやっぱり手料理ですよ。やっぱ今日は。テーマが手料理ですから。まあ、これの行方は分かんないですよ。どうなるか。これはどうなるか分かんないです。まあまあまあ、こんな感じかな。まあまあ、もっといいと思います。いい通っとるなぁ。いい通っとるなぁ。よし、ここで強火に一気に追い込みができます。もうラスト姿ですね、これ。これ以上いくと、焦げちゃって、下についちゃうんで、肉の火の入りはもう、これ完璧っす。あとはもう、人参だって、うさぎうまぐらいでこれでいきます。この辺で全然いきますから、全然いきます。え、青のりさん。あ、先に。先に。違うんですよ、これ、磯の香りが。あっつー！磯の香りが入るんですよ、ここで。で、青のり最後にかける人いるじゃないですか。かけたら、水蒸気とともに、匂いだけバーって言って、いい匂いするだけで、味にあんま反映されないんで。あ、トラウマじゃないですか。なるほどな。そうそう。怒られた、トラウマじゃなくて。最後にかけると。お前、それやめとけ。こっからもうめちゃくちゃ熱くなりますからね。ソースいきます。うわ、うまそうやな、これ。マジでそれ。マジでやり方や。そうやねん、お前一回突っ込んでみて。いやいやいや、いいぞ、いいぞ。怖い、怖い、怖い、怖い。残念、残念じゃん。あっつ全然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 全で、これでちょっと焦げがついてくるかなと行くと、ソース多かったなと思ったら強火にして戻していくと。ソースがめっちゃ熱いお前これ今めっちゃ熱いぞ。めっちゃ熱いなんですよ、これ今。音聞いてください、これで。これで焦がしていくんです、もうちょっと。あー、はいはいはい。これでもうちょっと熱を、まあ、OK、もうこれでだいぶ仕上がるんで、これでもうちょっと焦がしていったらもうこれ完璧ですよ。よう触れんだ、ほんまに。熱いけどな。まあこれで最後にまた青のりいくっていう。へぇ、最後に。まだ行くんです。じゃあ最後盛り付けですね。盛り付け、ここやね、一番熱いのここやね。はい、この感じ、この感じ、見て、ここの焦げ、これはめちゃくちゃうまいと。これはやばい。この焦げが混ぜちゃうと。これだけ言ってるじゃないですか。お前今度言ってるよ、お前これでピラフやるよ。ピラフ、お前すぐだやる、すぐだ。いや、絶対。ちょっといきますよ。あ、いいっすね。これやばい。ちょっと待って、めっちゃ熱い。ちょっと待って、熱い。ちょっと待って、熱い。
まあ、大体これで盛り付けば、まあ、結構大きいですね。大体これでも野菜とか盛り付けてこれを綺麗にして、ねえねえ、人参とかクマにあげるだろ。こんな感じで、うわ、いいいいいい、こんな感じで、あともうこれですよ。ああ、うん、でお前らさ、気づいた今日動画通して、うん、俺がどこがすごかったのか。今見て、これヒント今、わかる？俺今、左手で初めて使いました。はい、これでできました。あ、うまそう。これが本物、毛料理です。これ絶対うまいと思うで。まあ、うまいうまいでしょうね。ゆうたも一回作ってみて。ゆうた、どうじゃ。どこだから、毛料理行ってね、毛料理行ってやん。えぇ、やっぱそこは気持ちは手料理行けねえよ。熱いな。バチクソ熱ないこれ。使った俺熱いな、これマジで。言わせよ、言わせよ。うまない、どう。うまい、うらマジでうまい。これが本物の手料理です。マジでうまい。これからラファエルクッキングは素手で作っていきますから。やっぱりマジでうまい。普通のうまいじゃないんですよ。ねえ、ゆうた君の発言うまいって重みがあって、手料理やったらうまいってことですよね。あ、まあまあ多分そうっす。いや、本当に、本当にうまいっす。まあ、いやいや、大丈夫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 、うまいから。そういうの、じゃあね。いやいや、全然カメラ落とさない。これ持ち回りやろうや、きついって、俺も。こんな来週できへんの、こんなやけどしてんの。水ぶるでできねえ、ここ全部。青のり詰まってるしさ。酢豚とかマジで無理や。どうする酢豚とかやるときに。酢豚マジで。酢豚じゃんけんしようよ。酢豚じゃんけんしようよ。じゃんけんしましょう、それは。いやー、ということでね、こんな感じでラファエルクッキング。たまにはね、あ、いいじゃないですか。あ、久しぶりのラファエルクッキングのオープニング使いたくないですか。あ、ありましたね。ありますよね。オープニング、オープニングとエンディングを。オープニング、じゃあやりますって言って、合図終わった後にオープニングが流れて、こっちに来るっていう。で、エンディングいつものやつ流れて、はい、ちょっとその編集で行きましょうよ。久しぶりのスローレース、俺スローレース出して。違うで、違うで、クリーンに募集されてるんで、ほんまやで。ということで、今日はありがとうございました、本当に。はい、ありがとうございました。